速稼塾のコブです。今日はね、 FX の相場解説ではないんですけども、今週ヒゲのことを何回かお話しして、非常にね、ヒゲっていう理論については解説をしている人が非常に少ないんで、分かりやすかったということでご評判いただきました。で、今回改めてね、リアルタイムチャートをちょっとね、ストップモーションにしたのを一緒に見ながら、今日3月28日、正確にはね、もう月曜日なんで、もうすぐしたらチャートも動き出すんですけども、動き出す前にヒゲってのは一体どういう形でできて、どんな特徴を表しているのかってことをお話していこうかと思いますんで、よろしくお願いします。まずご覧いただいているこのチャートなんですけども、まっすぐ右肩上がりで押し目を作りながらどん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 上がっていってますよね。で、相場解説をねするとしたら、ここ天井でまっすぐなってるでしょ、転換するときって大体こうなんですよね。で、鋭く突き上がってるときっていうのかな、なんかこう山になってるとき、 V の字型になってるときっていうのは、まあそれを超えてまた上昇していくんですよ。でも、こうやってひしめき合ってるといえばね、まあなんかまっすぐになりかけてきたかなみたいな、レンジみたいな感じになるときは、上に行くか下に行くのか分かんない状態で、下に行く可能性も多いんですよね。で、下に行って、もしかしたらこれが転換になって、こう下がっていくかもしれないなと、1時間だけで見たら思うんですけども、時間軸、4時間、1日、それから1週間とかを見ていると、やっぱりね、上昇傾向にあるんで、まあ、これは、そのまま突き抜けて上の方に行くだろうと考えるのが妥当です。はい。それで、ヒゲのことに話を戻しますけども、ここまでぐーっと上がっていったものを利確するから、もう上がらなくなってね、こういうふうに、なんですかね、逆 V の字になったり平らになったりするんですよ。その後で、おや、これは売りにかけた方が良さそうだなというふうに、各種インジケーターとか他の時間軸などで判断した上級者の中でも手だれの人がここで売りのポジションを立てるんですよね。で、そうなると、まだまだ買いで進むだろうみたいな人のロスカット、もしくは含み損を巻き込みながら、どんどん売りの勢力が続いていくんですよね。これはね、人数は少ないけども巨額な投資をできる上級の、しかも資金がいっぱいある投資家さんがこうやって仕掛けていくんですよ。で、そうなったらグググッと下がっていって、それを見てね、後追いで中級者以下の方ってのが売りで入るケースもあります。で、そうなってぐーっと下がっていくときに、この辺まで行ったときにね、上級者の方は十分なポジションが取れたんで、で、ロットも大きいですから、一気に決済するわけですよ。そうすると、でかいロットが決済されますから、決済した人数は少なくても、大きくヒゲを出して、ぐんと戻っていくんですよね。これは集団心理ではありません。少数の方の多額な現金が決済されることによって起きる、下ヒゲなんですよ。まあ、ですんでね、少額とか大した金額入れてない人って言ったら語弊がありますけども、そんなに莫大な金額とかロットを込めてない人っていうのは、このヒゲに巻き込まれてロスカットを食らったり含み損に転じるケースがあります。もしくはずっと積み上げてきた売りの利益が先細るんですよね。そういった感じで慌てて決済する方もいるでしょうから、止まるわけなんですよね。実態になるわけですよ。で、そっからは今度ね、あ、こっから上昇に向かうんだな、この大きなヒゲってのは下から上に向かうサインだなって感じた人、テクニカルをちょっとやった人だったら、こっから全体的な買い相場も加味して買いにかけてくるはずなんですよ。だからこういうふうに上に伸びます。で、一旦下に下がったのも同じ理由で、ここでね、ちょっと消えちゃいましたけども、ヒゲがちょっと出てるの分かると思うんですよ。この陰線と陽線の連発したヒゲってのは、こっからもうね、売りのポジションを立てる人がほとんどいなくなるから、今度は買いで取った方がいいですよっていう風に支えてるんですよね。で、その結果買いに入るわけですよ。で、このヒゲってのはまた別の意味を持ってます。このヒゲはね、上の方からポジションを持っていた人が決済したんではなくて、ずっと決済しきれずに含み損を持った人がここで決済して売り逃げたってことなんですよ。もしくは新しいポジションをここで立てましたっていうことのサインですね。そういうふうに同じヒゲでも違う意味を持つってことを理解しなくてはいけません。というのが、ここは大底のヒゲなんですよね。ここはここのヒゲ以上に上のところにあるわけですよ。上のところにね。だから意味が違ってくるよってことなんですよ。で、先ほどお話したような意味です。で、こっからは、そういった大幅な、含み損の決済とか、それから仕掛けのね、利益確定のための決済が減ってきて、少額の人の自然決済が、エントリーが進んできます。で、上昇していくわけなんですよね。で、あとは待ち構えているのが、ここをブレイクしたらどうかなっていうふうなね、
特徴のあるポイントですからね。でこれは初級者、中級者、上級者みんな同じ思いでここを見てますね。よろしいでしょうかね。はい。で上級者の中の上級者で一部、たった一部いるのが、いつも言いますけども、ここで入れる人ね。ここで入れる人はこの上の方から来た売りのポジションを決済したと同時に今度はね買いのポジションを入れてるんですよ。だから凄まじい読みであり、相場全体を動かすような資金力を持った人ですね。相場全体を動かすっていうのは、例えばね、結構な金持ちの人で投資にお金を割いてる人、ロットが大きく入れる人がいるじゃないですか。その人は同じ思考ですから、例えばね5人とかでも合計した金額がでかいんですよ、うん、でも少数のお金しか持てない人が1万人揃ってもその5人に勝てないっていうことがあるんですよね。だから多くの人が決済したっていう表現をこうやって相場解説ではよく用いるんですけども、そうじゃないよってことなんですよ。多くの人ではなくて少数の人が決済した多数の現金が動いたっていう表現になるんですよね。この違い分かりますかね。うん、ここをね間違わないことです。たくさんの人がエントリーした、たくさんの人が決済したっていうのは、これはね資金があんまりない初級者の人なんですよ。初心者の人なんですよ。だからそれが先行して相場を形作ることはありません。ここをよく理解しておいてくださいね、うん、まあ今日はこのぐらいでまとめた方がいいですかね、うん、はい。ヒゲについてしっかりとお話しましたけども、これでも分かんないよってことはね、どうしてどの辺がどう分からないのかってことを添えてメッセージいただければと思います。まあヒゲの攻略ってのは一皮むけるっていうかね、ヒゲについてきちんと理解する、そして人に伝えれるほどまで咀嚼できてる人は、まああんまりいないです。初心者の方にはまあゼロですね。初心者、中級者の方でヒゲをわかる人はいませんから、やっぱり上級者になってこないとわかんないですね。ちなみに私は上級者って言っても、他のインジケーターとかは使ってませんので、そういう意味で言うとね、まだまだ見えてないところがあります。この FX をね、9段階に分けることができるとしたら、初心者、中級者、上級者、というふうに分けるとするじゃないですか。初心者の中でも本当の初心者、中級者、上級者って分かれるんですよね。まあいわゆる私の場合は下の上ってやつですかね。下の上ですよ。それでもう暮らしていきますで中級者の下、中級者の中、中級者の上、まあ中級者になったら他のインジケーターを使って私が気づいてないところとか取りこぼしてるところまで取ってるはずです。で上級者の方はもう一人ではやってません、9段階9つに分けたセクションのね非常に高いレベルにいる方はもうすでに一人でやってません。ちょっとこう別のシートで示しましょうか。全体像はこういう風になっていて9個に分けることができるんですよね。はい、こういう風に分けておきましょうか。ちょっと見えにくいですね、線ばっかり引いて本当に見えにくいですね、すいませんこういう風に3段階に分けて、上級者ですか、中級者ですか、それとも初級者ですかって分け方をします。その上でなおかつ、初級者の中の初級者、初級者の中の中級者、初級者の中の上級者って分けたりね、中級者の中の初級者、中級者の中の中級者、中級者の中の上級者って分けるんですよ。で上級者の中の初級者、上級者の中の中級者、上級の上級っていう形になりますけども、ここはもう組織でやってます。ここはね、ここはもう組織でやっています、はい、役割分担しながらね。でここはまあ個人の例もありますけども、組織でやってる、もしくはお互いの個人がコネクト取り合いながらやってますね。でここはもう完全個人の領域です。個人の領域で私がいるのはもうここですね。他のインジゲーターとかそれから特別なプログラムを使ってる人はもうこれとかこれとかですからね、はい、じゃあそんな感じで今日は終わりです。はい、新しい週になりました。3月28日月曜日ですけども、先週いかがでしたかね。ヒゲにこだわってヒゲ解説を徹底的にさせてもらいました。で特別講義もつけましたけども、それをご覧になった上でのこちらの今週からの通常のね相場解説じゃないかなと思いますけども、まあ週が変わりましたので週足の方から見ていきましょうか。じゃあ早速画面を切り替えていきましょう。はい、週足を見ていただきます。これローソク足1本が1週間なんですけども、いかがですか。ここ3週間勝ち上げてるでしょね。私が
120円に向かうよって言ったのがもうね、ここですよ。で、一直線に120円を突破して、今は122円。まあもしくはね、123円に行くんじゃないかなって色めきだったところもあると思いますけども、とりあえずこの3週間は、バイで行こうというふうにお話したのが、ここ、バイ&バイって言ったのがここ、バイ&バイ&バイって言ったのがここ、全部取れてるでしょ？ね。ここで数万とか数十万単位取ってないと、今年一番のチャンスだったと思いますよ。うん。で、そのね、前提としては、何があったかというと、例の、ね、ロシアの侵略戦争ですよ。そこによってファンダメンタルがぐっちゃぐちゃになってるところがここです。だから私はトレードをしないと言ったんですけども、トレードをしててもいいことないでしょ、こう考えてみたら。上下に揺れてるわけですから、じゃあ一方的にね、ブレイクして一直線になって明らかにトレンドが発生してるよって言った時に乗った方がいいじゃないですか。まあ私たちの相場解説ってのはトレンドが発生した時にどう取るかですよ。トレンドが発生した時にどう取るかですよ。だから箱の中を取りましょうって話じゃないんですよ。箱の中をね。わかりますかね。まあこういった形で週足を見ても一方的に倍だったってことが振り返れると思います。まあですんでね、3週間前に私がファンダメンタルがいっぱいあるから、ちょっと今はね、やりませんよって言った時に、どういうふうに皆さんが感じたかですよ。あ、久保さんがそう言うんだったらしばらく見とこうかっていうふうに素直に受け入れてくださった方は、ブレイクでもエントリーできたはずです。でもね、いやいや、久保さんはそう言うけども、自分の判断でやっていきますよ、みたいなね。そういった形だったらどうだったのかなっていうことですよね。よくよく振り返って自分の敗因がどこにあったかを確認すること。そして、今回たくさん勝った方も、私の解説がなくても勝てるようになるためにはどうすればいいのかなってことで一歩進んでみてください。では次、一日足を見ていきますね。一日足。はい。一本が一日です。さあ、ここをブレイクしてエントリーしたってことの話ですよ。もう言うことはないですよね。途中で、青もちょっとありますけども、ほとんど無視してもいいような状態ですよね。まあ、ゼロラインとか、半分決済、半値決済とかを進めながら慎重に行くとか、新規の売りを、買いを立てるときは、今までの利益の半分で行くみたいなね。それから逆に、追撃追撃で利益を積み重ねていくタイプもあると思います。ここは軽く流しておきましょう。で、4時間です。4時間はもうね、一本線になってると思いますよ。一本線に。ここが、ブレイクのポイントですよね。ここを超えて、入っていけばいいということで、全時間軸が、もう買いのトレンドでしょ？右がトレンドでしょ？だからこれでね、売りを検討するなんて愚かな話ですよ。ロスカットを食らうまでずっとバイでいってくださいっていうことです。じゃあこの辺、ちょっと動きが今までとは違うところが見受けられます。でも、下に行ったにしても、大きなヒゲを出して結局上に突き上げられているところを見れば、ヒゲ解説でもお話しましたけども、戦略的に売りを立てて戦略的に買いを立てている。それが重なったのが、超上級者のたった一部の方が巨額な資金を持って自信を持ってエントリーをしていって切り返したところも決済しながらエントリーしてるのがこの矢印のところです。だからこのヒゲの仲間に入るっていうのは上級者の上級者ですから我々には無理です。だからこういったヒゲを見ながらじゃあ次の動きはこうだよねっていうふうに考えていくとまあ右肩上がりが継続って考えます。ロスカットを食らうまでね。じゃあ最後に1時間見ていきます。ロスカットを食らうまで買いでいかないといけないんですよ。だから一部の方はここでロスカットを食らってると思います。なぜなら、上級者がここで売りを立てて、しかもここでもう一回買いを立ててるからなんですよ。決済しながら今度は、売りを決済しながら買いを新規で立ててるんですよ。このヒゲの中に、私がそのヒゲ解説、徹底解説でお話したような10分ぐらいの動画、あのぐらいの解釈が成り立ってますかってことですよ。成り立ってます？成り立ってないでしょ。成り立ってないってことは私の解説が、なるほど、と響いてるはずです。ですんで、次はね、そういう風に考えてみてください。で、特徴の二つ目。ね、上昇していったものがこうやって、平らになった状態で下に向かったのと、あとはここにはないですけども、チャートがね、こういう風に切り立った状態で下に向かうのと全く違うんですよ。これとこれ。ね。こっちも長くしましょうか。これ似てますけども、じゃあどっちがね、相変わらず、継続して買いの方に行くのかってことなんですよ。ここは揉み合ってるでしょ。ここは揉み合ってないでしょ。この違いですよ。ここ揉み合って横になってるんですよ。だいたいこういう風に台形になった時っていうのは、ストーンと落ちるケースがあるかなと思いますね。で、この尖ったやつはまださらにこうやってエリオットみたいなんでね、裏付けを取るんですけども、突き抜けていきます。さもなくば、さもなくばですよ。
こういう形もあります。ダブルトップ書いて下に行くみたいなね。もうダブルトップは皆さんご存知でしょ、こういう風に、うん、だからこの角ったやつ、尖ったやつも2個3個続いたらダブルトップ、ドリブルトップを形成するんですよ。でもそのこの角ったやつが小刻みに来てるからこういう風に平らに見えるってことですからね。小刻みに来てるってことは小刻みにこの動きもあるって釣り合っちゃうわけなんですよ。で釣り合いが片っぽに抜けていく、つまりこの度は買いのポジションがなくなっていって、新規の買いが立たなくなって売りのポジションと売りの新規が勝つんで、こういう風に進むわけですよ、ね、買いの圧力があって売りの力がある、でもやっぱり買いの力が勝った、勝ったんだけどここでまたやっぱり売りの力が強いよってことで均衡が破れたのが下に向かうところです。このね、右の形と左の形、見分けがつけるようになっておいてくださいよ。今お話ししましたよ、見分けの方法はこれとこれね、違いますからね。じゃあ今日は以上にしましょうか、うん、今日は以上です。戦略としてはロスカットを食らうまでバイでいってください。特別講義でございます。速稼塾の久保です。今日の朝の相場解説聞いていただけましたでしょうか。その続きをちょっと時系列3枚のシートをプラスしてお届けします。かなり参考になる講義になりますので、これはねコンサルレベルでございますので、これを理解できると勝てるようになります。むちゃくちゃ勝てるようになります。よろしいでしょうか。まずね、朝お話ししたことなんですけども、要点はこれです。押し目なのか変わり目なのかってことですよ。で、押し目の場合はね、こういう風に山が尖って、で、こういう風に N を描くんですよね。変わり目ってのは大体ね、こういう風に平らになって下に行くんですよ。ここまでよろしいです？そうするとね、これが変わり目を暗示してるんですよね。しかしですよ。しかしなんですよ。ここで2つ申し上げました。1つは、このヒゲのわけです。最近ヒゲのわけをいっぱいお話してますんで、ここでは割愛します。もう一つですけども、全時間軸が、ものすごく強くね、買いの方に入ってますんで、これは変わり目になり得ないというふうに考えます。プラスさっきお話したこのヒゲのわけですよ。この二つによって、これは押し目だと判断できますので、この真っ平らなところがあるでしょ？黄色で書いてるんで分かりにくいかもしれませんけども、ここを突き抜けたらエントリーでします。そして突き抜けてるんですよ。突き抜けてるんですけども、この朝10時の時点では、まだこの陽線が確定してないんですよね。だから、陽線が確定したらバイでエントリーしますよってことを一部の方にはお話ししております。で、どうなったかというと、当然ですけども、陽線が確定したらエントリーするわけなんですよね。次のシートいきますよ。午後になりました。10時から数えて、13時です。ね。確定したんでエントリーしました。わかりやすいように切り板でお話しますね。122円の915でエントリーしたと思ってください。その場合のロスカットラインはどこでしょうか？まずはエントリーしたらロスカットラインを設けます。ロスカットラインを設けたら、ロスカットまでの距離かける3倍でテイクプロフィットラインを上の方に設けます。この構図は速稼塾の相場解説を見ていただいている方ならいつものことだと思いますよね。ロスカットラインどこでしょうか？そうです。エントリーを決めたこの強い陽線の一番下ですよ。ここですよ。ここよりもちょっと下のところでロスカットラインを決めます。ですので、この強い陽線が出たところがものすごく重要なヒントになるわけですよね。いつもこうやって私はロスカットラインを決めてます。はい。で、確定したのでエントリーね。エントリーしました。そしてロスカットラインを決めたんで、ロスカットラインも決めました。その後でテイクプロフィットラインを引きに行きます。そして、さらに時間が経って14時になりました。こういう風に変化します。ちょっとメモ書きをしてますけどもね。これを読み、メモ書きを読みながら解説しますよ。まずは、陽線が確定したんでエントリーしました。で、わかりやすく解説するために、ここに122円の870って書いてるでしょ。だからここでエントリーをした、エントリーポイントを設けたっていう風に考えてください。で、ロスカットラインはどこだったかっていうと、ここなんですけども、今回解説用に分かりやすいようにね、122円の205という切り板でロスカットラインを引いたと思ってください。ですんで、エントリーがここ、ロスカットラインラインがここ。ということで、エントリーポイントからロスカットラインまでの距離は、665あります。この距離が665です。で、今、16時の時点で、
当然ですけども上昇に向かって勢いがありますんで412の含み益を出しています。それがこの距離です。テイクプロフィットラインはどこなのってことなんですけども、ロスカットラインまでの距離が665なんで、テイクプロフィットラインまでの距離は1995というね、だからもう124円を見てるんですよ。こういうふうにするともうすでにゼロライン設定が済んでますから、ゼロライン設定がね、まだ含み損ですけどもね、ゼロラインで来ると、だから実はねこの665ってのが縮まってるわけなんですよ。このまま今回は上昇に向かうだろうなと思うから、もうこれをねロスカットラインを縮めてゼロラインに向かってます。で完全にゼロラインになってませんけどね、という形で、ちょっと現場を離れても損が最小限になるように調整してるんですが、この時点でねゼロラインを動かすってのは異例なんですよ。というのがテープクロフィットラインが1995の距離ですからね、取りに行くのが、ものすごい距離を今稼ごうとしてるんですよ。もちろんこの距離の前にエグジットすることもできるじゃないですか。でも目標はリスクリワード 3.1 なんで、このように設けてますよってことなんですよ。とりあえずねあと2時間18時に待ったら、その時点で私は決済して利益確定しようかと思います。今の時点でも412プラスになってるわけですから、単純に 4,5 万これで稼げてるわけなんですよ。まあロットの調整とかねちょっと皆さんと違いますんで、私の場合は 4,5 万稼げてるってことになります。ですんで最大値で今日はね20万狙うつもりで、まあ着地が 7,8 万かなっていうところですよね。というのがね、夜を持ち越せばこれ狙えないことはないんですよ。でも私のスタイルじゃないでしょ。一応リスクリワード 3.1 で儲けたんだけども、現実はここまでね今日中に取れると思いませんので、だってあと2時間で決済ですからね、私のルールだと。ですんで1995っていうのはもしね明日また朝開いて継続でまた新しいポジションを取ってバイでエントリーするんだったら、結果的にはここまで伸びるんじゃないのってことですよね。はい、じゃあ解説は以上でございます。今日の解説理解できた方は勝てると思いますし、もう解説が理解できない方はメッセージいただければわからない箇所をお答えします。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。こんばんは、速稼塾の久保です。今回は FX の話をさせてもらいますけども、115円114円、あのあたりで介入でもない限り120円を突破するというふうに申し上げました。そしてそのまんま120円を突破しました。その次に120円を突破してすぐに125円まで一直線で行くよというふうに申し上げて、倍以外の選択肢を私は、提示しなかったまま、今日相場解説を朝6時、そして10時、13時、14時というふうに重ねてまいりました。すべてが解説の通りに倍の方向に向かってね、ドル円が。そして18時、やっぱり一つのポイントになるんでしょうね。18時前後にしまして、今18時17分ですけども、125円を達成したと同時に、いかがですか、上髭をしっかり出して大きな決済が起きましたよね。ずーっと髭の解説をしてきましたからお分かりだと思います。125円を目指して120円あたりから、もしくは115円あたりから大きな玉が入っていたということ、これもお話した通りですよね。ということでね、別に私の話を鵜呑みにしろというわけではないですけども、まあやすやすと取れるわけですよ FX っていうのは。特に今回みたいな一方的なトレンドが発生してしまった場合、以前私がお話したのはロシアがウクライナに侵略を始めて、ファンダメンタルがきつくなるからしばらくはテクニカルが効きませんよと、お休みしますよというふうに申し上げましたよね。でもファンダメンタルでも積み重なれば、およそ2週間積み重なればテクニカルが使えるようにだんだんなってくるんですよね。その後拮抗してきたファンダメンタルに対してブレイクしたらそっちの方についていく、おそらくバイの方に入るだろうということで、バイの方にまんまと入りましたんで、そこからはねバイ以外の選択肢を持たずにやってきました。一時的には長期のポジションを持ちましたんでね、日足と週足も持ちました。で結局今日全てのポジションを決済しましたけども、おびただしい利益が出たことは皆さんの予想にたがわないところだと思います。ね、ということなんで、
今回は千載一遇のチャンスとね、また言わなければならないんですけども、同じことを1月も2月も言いましたよね。1月にはお年玉が2週間ありました。2月も結局利益を取れる時が2週間ありました。3月も2回こうやって利益が取れる一直線が続いたわけなんですよ。2週間連続でね。これが何を意味するかっていうと、どんな状況でもウクライナの件があろうがなかろうが、1月だろうが2月だろうが3月だろうが、もう私はもうすべてね、このトレンドが発生したら勇気を持って同じ方向にずっとポジションが持てるってことなんですよ。同じ方向にポジションを持って、そして含み益を半分次のポジションに生かすことを繰り返して、追撃追撃追撃という形で、いやもうね、おかげさまで今年の目標は3月で完了ですよ。いや早くなりました。年間で1000万をと思って、昨年と一昨年、まあ正確には一昨年は840万で終わったんですけどもね。でも1000万の軌道には乗って、最後12月にね、ちょっと勝負をかけたんですよ。900万超えで1000万いかないかなと思ったら、そしたらちょっとね、逆方向に動いて、まあ800数十万台で終わっちゃったんですけどもね。でもまあ1000万円級の勝ちが2年続いて3年目 FX をやり始めてもう6年目ですけども、もうね、半年も経たずに超えましたね。うん、だからひょっとしたらこのペースでいったら今年は3000万から4000万 FX で稼げる年になるかもしれませんね。うん、私がどういうふうに相場解説をしてるか、そしてどこでポジションを持ってどこで利確してるかっていうのは、ずっと放送で予告、予言している通りですからね。うん、本当我ながらここまでやってきたなと思いますし、しっかりと基礎知識を身につけて、そしてテクニカルの4つの手法だけで、移動平均線など全く使わずに、というか移動平均線は私5日8日13日ですからね。こういったイレギュラーのものでもちゃんと大きな利益が取れるということです。で、私はやっぱりね、ロットもそこそこありますんで、やっぱ1ロットから3ロットぐらいで、時には5ロットとかで行きますんでね、インパクトあると思いますけど、やっぱり 0.010 とかで10円とか100円決済はしてないですから、やっぱり、エントリーするなら単位って感じですか。1日に2万3万前後を利益を目安に、そしてロスカットは1万円2万円前後を目安にリスクグラードを込んでやってるかなというところです。まあ今日はそんなところですね。ヨーグルトさん、こんばんは、ありがとうございます。じゃあね、今日相場解説のまとめが、こんな早くできると思わなかったんですけどね、明日あたりは125円の方に行くかと思ったら、もう今日行っちゃいましたね。ということで、すべてのポジション18時に私は決済しました。そして皆さんにお伝えしている通り、皆さんも決済したと思います。私の速稼塾の相場解説、今日朝ね、6時ぐらいにしたと思います。5時だったかな。うん。それをいつものように見てくださった方、そして勇気を持ってエントリーしてくださった方、私を、まあ、私の解説をね、私を信じるんじゃないですか。解説が、なるほど、その通りだなと思った方は、何かしかの利益を上げれたと思います。先週がね、1日で40万って方がいらっしゃいましたんで、今回はでもその倍ぐらいじゃないですか。1日でこれだけ動きましたからね。うん。1日でどれだけ動いたのか。すごいですよ。2円ぐらい動きましたよね。ちょ、私見たことがないですよ。この1日で2円ぐらい動くの。これが全部取れてますからね。私は倍しか言ってませんからね。で、平らになった、あれがありましたよね。通常あれは、転換なんですけども、全時間軸が倍の方に向かってますから、これは押し目だというふうに説明もしました。うん、特にヒゲのことを細かくやった後で、今日の朝の解説ですから。これは分かりやすかったんじゃないですか。うん、まあ、反響もね、いただきました。うん、本当に、よし、やったぜって感じですよね。じゃあ今日は以上でございます。ヨーグルトさん、また明日の朝よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。全ポジション決済して、枕を高くして寝てください。うん、すごい利益が出ましたね。ありがとうございます。どうもおはようございます。3月29日朝6時17分の相場解説になります。昨日は良かったでしょ。125円あっという間に行きましたね。私ね、今日あたりが125円かと思っていたんですよ。だから昨日18時で決済して、もう一回今日ね、エントリーのタイミングを
狙ってですね、1円ぐらいの幅を取れるんじゃないかな、それでフィニッシュかなと思ったんですけども、昨日1日で片付いちゃいましたね。ということで解説していこうかと思います。昨日のことなんですけども、まずはここを超えてブレイクしました。そこで皆さんに120円まで躊躇なく行くようにお話したのがつい先日のことだったんですけども、120円を達成したらね、じゃあ落ち着いたじゃなくて、今度125円まで行くよっていうふうに立て続けに私申し上げましたね。それはもう今まで散々パラ申し上げてきたので、なんでってことはもう言いません。結果的に125円に行った時にヒゲのことをずっと繰り返し話してますよね。今回もヒゲ出たでしょ。だからここで一発、ここで一発、125円をターゲットにしていたエントリーが全て解放されたのがここだったんですよ。で、それはもう今まで昨日、一昨日と話したけどから分かりますよね。はい。ですんで、今、123円761という、まあ言ってみればね、また曖昧な表現ですけども、適正価格に落ち着いてるってことです。だから125円っていうのは、結局ね、何が起きたかっていうと、上り調子のトレンドを見て、初心者の方がね、この辺で買いすぎてるんですよ。少額ならいいんですよ、身の丈に合った額なら。でも買いすぎた初心者の方っていうね、最悪な方がね、この辺でロスカットを食らって資金を失ってますね。だからこれね、本当そういう人がいなかったら124円ぐらいで落ち着いてるんですよ。それが123円まで食い込んで反転したってことは、ロスカットを食らってしまったヒゲの途中で買いエントリーした人の悲惨さがあるんですよ。で、私は買いのポジションはもっと前に立てて、あと待っておくだけってことを話しました。リスクリワードのことを言いましたよね。そう考えたら、こんなところで入るわけないんですよ。ね、もっと言ったら、ここでも入りませんよ。ここで入りません。黄色で来ますけど、この辺ではもう入りませんよ。遅いんで手遅れなんですよ。だからここで入っちゃうのは、あまりにもちょっとね、初心者ということです。もちろん初心者の方はこういうところで入っちゃうから初心者なんですけどもね。うん。いいっすかね。じゃあ次、4時間いきますよ。4時間。はい、4時間です。よくわかるでしょ？基本的には、ヒゲっていうのは、かなり先行して、125円を狙っていた人の利益確定です。それから、実態の黒っていうのはすでにロスカットを食らった、出遅れた高値掴みのエントリーが入ってますよ。で、その両方がなくなるから、この123円の758ぐらいに落ち着いて、ボラティリティ上下が収まっているってことなんですよ。わかります？わかってくださいね。じゃあ次1時間見ますよ。さらに1時間行きましょうか。ね。ロスカットを食らった人の死体の列が、このチャートで見えますか？見えないですよね。ここで。で、この辺は落ち着いてボラティリティが解放されてきたところです。つまりは、かなり前からバイで入ってきた人の利益確定が終わって、ものすごく遅れた高値掴みの人のロスカットが終わって、そして割と今ね、資金を新たにポジション立てて入れ始めた人のセルとバイが交錯しているのが、ここですよ。123円の761を中心とする一定の価格帯だってことです。ですんで、しばらく様子を見ましょう。様子の見方をこれからお話しします。まずここに線を引いてください。倍で基本的には行くんですけども、しばらく様子を見たときに、この線がここを超えるようならもう一回ブレイクアウトしても構いません。大きく上に伸びます。全時間軸はまだ、上の方に向かってますからね。で、次はここに当たって跳ね返って下に行くと何が起きるかっていうと、だんだんボラティリティを弱めて、いずれブレイクダウンっていう流れに入っていきます。これが第2番目の仮説。今日言えるのはそんなところですね。第3仮説ってのはあるんですけども、こう下に落ちちゃうってやつね。今日は第2仮説までにしときましょう。はい。じゃあ、学び大きい1週間を送ってください。ありがとうございました。はい、3月30日になりました。やっとね、髪の毛が染めに行きましたんで、帽子を取っての相場解説になります。今日から改めてよろしくお願いします。はい。で、ロシアのウクライナ侵略からずっとファンダメンタルが強くって、それが抜けて、ずっとね、今度はトレンドが始まりましたんで、トレンドに乗った形でターゲットである125円、こちらの方を目指していきました。
125円に達した瞬間に、やっぱりね、決済がだいぶ進みまして、大きなひげを出して今、下落傾向にあると思います。さあ、ここからどのように値動きを出していくのか、それを今後解説していきます。かなり重要な回になります。それではこちらをどうぞ。はい。125円に向かうきっかけになったのが、こちらでしたね。この線はなんで引いたかというと、こことここの力点2つを超えられるかどうかっていうところだったんですよ。まあ他の時間軸を見ると随分右肩上がりだったんで、時間の問題かなと。まあここで超えれば一番スタンダードだなと思ったところ、ここを超えて突き抜けていきましたんで、120円まで行くよと。125円を突破したら125円まで行くよという形が成り立ったわけなんですけども、125円に達した瞬間に多くの決済を呼びましたね。私と同じように、ここで仕込んだ人、もしくは120円で気づいて仕込んだ人、この2つの勢力に分かれるわけですけども、この2つの、まあ勢力ですね。言ってみれば、巨大な金額が、特定の口座の巨大な金額が、ここで決済されることによって大きなヒゲを出したと言います。で、そのヒゲの陽線が確定してですね、次の陰線が上下にヒゲを出してますよね。これも未確定のヒゲなんですけども、おそらくこのまま上下の長いヒゲで、実体を短くして、確定するでしょう。となると、今度は一点迷った状態に入るわけなんですよ。これを前提に4時間を見ていきましょう。迷った状態で、今、陰線に入ってますけども、その陰線の正体ってのが、これですね。この間にあるやつです。で、抵抗勢力がここにあります。この辺りに入ってくると、強烈な売りが待ってますんで、おそらく、この四角いところですね。このゾーンに入ったものは下に叩き落とされるばかりでしょう。そればかりか、今はね、少し値を上げたら大きな陰線が出て下に下げられてってことが繰り返されていって、このチャンネルラインが作られてるんですよ。まあ、その中でも一番直近なのが、下に大きなひげを出してますから、もしかしたらこの動き止まるかなというところでございますけども、止まる根拠としての力点はやっぱりここにあるわけですよね。ここは何だったか覚えてます？一時間足で言うと、まさに、あの形ですよ。こういう形ができたところなんですよ。普段だったらこれは下に行くんですけども、全体的な相場が右肩上がりなんで、これは押し目になりますよと言ったやつです。通常でしたらこういう風な形で帰っていって、時にね、エリオット波動を描くところを、こういう風に進んで押し目になるよっていうところなんですけども、まさにね、今回この台形も押し目となってる可能性があります。それを表してるのがここなんですよ。はい。じゃあ1時間見ていきましょう。台形の押し目からいきますよ。この台形が実はずっと下降を意味するものだっていう風に普段は使うんですよ。押し目の場合はこうとんがるはずなんですよ。ね、これ覚えましたね。ただ今回は全体の時間軸が右肩上がりなのと、プラスこれもお話ししましたけども、ここに大きなひげが出てるのを見て、これは押し目になるという風に判断しました。変わり目と押し目のこの使い分けですよね。根拠は2つというふうに申し上げました。通常はこの台形は変わり目になるんですよ。もしくはね、ダブルトップみたいなやつが変わり目になるんですよ。ダブルトップのトップじゃなくて平らになった形ですよね。平らになった形。これも変わり目になりやすいんですよ。ちなみにトリプルトップも変わり目になりますからね。でも今回はダブルトップでもトリプルトップでもなく、台形が出た後に全体の時間軸に寄与されるように、ここで再ブレイクしたわけですよね。よろしいですか？はい。じゃあ行きましょうか。で、再ブレイクした一番最初の時間軸がやっぱり大きく出るわけですよ。その後、急速に上昇して、ここで決済されましたと。たくさんのポジションがここで決済されましたね。特定の方のたくさんのポジションです。だから同じ方が儲けてるんですよ。大多数の人は儲けてません。で、こっからですね、売りの抵抗勢力の方が厚くなって、徐々に下がることになりましたというね、最近の動きですけども、跳ね返ったのはやっぱりここでしたね。跳ね返ったのは。食い止めたのはまさにここだったということでございます。この台形のラインが生きてくるところで、122円の315というね、120円まで行きますよっていうやつと、125円まで伸びますよっていうのと、まさに、符合したように中間で止まってる状態です。で、こっからなんですけども、争点は2つあります。1つは、この今、太くね、書いた122の315を割って、下に行くようなら、もう、
変わり目で完成です。ずっと下がります。ね。円安時代は終わりです。でも、どうですかね、円安時代、終わりになりますかね。いや、私はね、こういう風に帰ってきて、果ては、ここを何回か揉み合うんですけども、多分、ドル円の主な値動きが、124円、125円のあたりに、しばらく落ち着くんじゃないかなって気がしますよね。まあ今言えることはそんなとこですかね。本当にそうなるのかどうなのか、今後ここを見ていくことになると思います。122円の315、この周りの値動きがどういう風になるのか注目していきましょうということが今日の解説になります。もう十分利益を取るべき時に利益取ったと思いますので、こういうちょっとね方向性を失っている時、もしくは第二仮説までが見える時っていうのはできれば行かない方がいいですね。ということで今回エントリーはなし。ね。またなしになります。今日水曜日ですよね。花見でも行きましょう。そして帰ってきて、チャートがある程度動いた時にね、今日私がさっきお示しした2つの判断、このどっちに行ってるかを見て、明日からの戦略を練っていきましょう。明日の朝またお話します。それでは。おはようございます。速稼場の久保です。3月最後の相場解説になります。時間は3時43分ですね。ちょっといつもよりだいぶ早いんですけども、この深夜に動画を撮らさせていただいております。さあ、変わり目がやってきましたね。前回は変わり目なのか、そうじゃないのかってところで動画を撮りましたけども、もう今ね、すでにフェーズが変わりまして、変わり目に来てるかもしれません。つまりは、これから下落が始まるかもしれません。ただ、その下落のね、深さが、大したことなくって、そっからまた揉み合いが始まって、やっぱり上昇方面に円安の方に触れていく。つまり125円まで一回行ってますからね。125円まではまた行く可能性が結構高いわけなんですよ。でも同時に125円が限界点として、これから120円とか118円とか、こっちの方に行く可能性も今度出てきます。両方に触れる可能性が今あるわけなんですよね。一方的に上昇っていうふうに私がバイ&バイ&バイだって言ってた時とは、今だいぶ変わりました。ですんでね、ちょっと冷静になる必要があります。十分稼いだからこういう時に焦って冷静に、冷静さを欠く必要はないでしょ。十分稼いだでしょ。十分稼いだってことはもう今休憩しても大丈夫なんで冷静に見ることができるわけですよ。ですんでポジションを焦って取るよりもしっかりとこれが今変わり目なのかそれとも継続なのかね。それをきちんと見据える1日2日、場合によっては1週間取ってもいいと思いますよ。無駄なエントリーをして無駄にお金を失うよりもずーっと見てるだけの方がいいです。見てるのも相場なんですよ。そしてもう一つ、不幸にしてこの一方的な上昇トレンドに乗れなかった方、つまり利益が取れなかった方、十分利益を取れることができなかった方は余計に慎重になってくださいよ。あんな一方的な場所で利益が取れなかったわけでしょ。だからこれはね、超初心者なんですよ。超初心者で度胸もない、テクニックもあんまり入ってない。だから本当にね、今日 FX を始めましたみたいな気持ちでポチポチするよりも今しっかり見る時だと思います。私も相場解説しっかりしますんで、あ、なるほど、そういうことだったのか。だったら今仕掛ける時じゃないよねっていうふうに、一週間後は分かると思いますんでね。じゃあ、今日はですね、その辺も込みでお話していきますんで、画面を切り替えていきますね。ちょっと画面を切り替える準備ができてなかったんで、ちょっと待ってください。それでは、日足から見ていきましょうか。3、2、1、どうぞ。はい、日足になっております。なんで変わり目が来るかっていうと、この大きなヒゲによってですね、ポジションをこの辺りで持ってた方、この辺りで新たに持ってた方が全部解放されて、あんまりね、たくさんの買いポジションっていうのがないわけなんですよ。買いポジションが解放されてなくなったってことは、売りポジションの方が強くなってるから、それが証拠に今ね、下の方に下がってるわけですよ。すでに新規の売りポジションもこれ入ってる状態ですよね。ただ、ヒゲが出ていますよね。ヒゲが。ね。ヒゲが出てるってことは、決済して売りを、利益に変えてる人もいるってことなんですよ。まあ、ですんで、もしかしたら、今度は売りの勢力がなくなって、上の方に向かうかもねってことなんですよ。上の方に向かったところで、ここにゾーンができちゃってますんでね。ここを跳ね返される可能性が高いわけですよ。となるとね、横ばいにもなるんですよ。横ばいになるかもしれないし、ここから転換して下落が始まるかもしれないし、いやいや、やっぱり、もう一回買いの、勢いがね、突き抜けていくかもしれないしって感じで、これはね、非常にね、分かりにくい相場になってます。ただ基本的に全体的に見ると、これからですね、上昇相場が継続するとは思いますけどね。だからそこを見極めるために、
慎重に時間を使っていきましょうということですね。少なくとも今日の時点ではどっちに向かうか全く分かりません。はい、じゃあ4時間見ていきますよ。ここで警戒するのは高値圏であるってことなんですよ。だからヘッド&ショルダーを疑うんですよ。必ず常にヘッド&ショルダーを疑ってください。だから肩になりそうなところをこうやってなぞって、頭になりそうなところをなぞります。どうでしょうか。ヘッド&ショルダーができなくもないよねって形でしょ。うん、ヘッド&ショルダーじゃなくてもここの抵抗体をどう超えるかなんですよ。持ってたらこれね、ここにレンジができてますんで、それをねちょっと意訳するとゾーンになるわけですよ。だからここを抜けたらここまで下がるというふうに思った方がいいですね。ここまでね。そうでないんだったらやっぱり跳ね返って改めて上昇するというふうに第2仮説を立てます。第3仮説は横に揉み合うって感じですよね。問題が先送り、ブレイクアウトの前兆ということでございます。どういうふうになると思います？私は分かりません。だからしばらく見ます。ただ警戒する要素ってのはヘッド&ショルダーっていうのを代表に何点かあるってことですよね。じゃあ1時間見ていきましょう。はい、1時間を見るともう転換しちゃったなって。1時間に限ってはですよ。これトレンドが今度ね下落に始まってるんですよ。ここを頂点にしてはっきりと下落してますね。そこまでは上昇していたわけですよ。こう台形を作って、本来ならこっからね変わり目になるわけですけども、そうじゃなくって押し目になったわけですよ。変わり目でなく押し目だから、これは結構ね珍しいパターンですね。で、押し目になった根拠としては、一つはここに大きな日が出たことと、もう一つは全時間軸が買いに入ってるってことですよ。でも今少なくとも1時間軸はもう下落が始まってますからね。この下落をきっかけに全時間軸を下落に押し戻すかもしれないっていうところがあります。その根拠の2つ目っていうのは、ここに大きなヒゲが出てったってことですよね。だから長いポジション120円とか115円あたりからポジションを組んだ方がここで決済してますからね。もうすでに強い、買いの勢力はないってことなんですよ。全ての買いのポジションっていうのは最近の買いのポジションです。つまり初心者の方が多いってことなんですよ。少ない金額がたくさんの口座によって発生してるってことなんですよね。ここら辺の意味わかります？ちょっと時間遡ってみましょうかね。昨日のことなんですけども、15時に確認しますとね、この台形の部分を突き破ったでしょ。だからここで一つ変わり目が来たんじゃないかなっていうふうに判断する材料になってます。一旦ここで弾かれたんですけどもね、でもやっぱりここに入っちゃいましたよね。さらにそれから数時間後を見てみますとどうでしょうか。この台形も突き破ったんだけども、さらにこの台形の根っこのところね、ここにも達してるわけなんですよ。まあ、ですんでここで跳ね返って下に行ったものがね、さらに下に向かおうとしてるわけなんですよ。で、今この瞬間ですよ、台形の天井を下回って、それから台形の根っこのところは超えてないよねってことなんで、横ばいに入る可能性があるっていうふうな判断をしたんですよね。難しいですかね、言ってること。どうでしょうかね。分からなければまたご質問ください。分からない方もいると思いますんで十分。ただ分かりやすいなって方はどんどん増えてってるのも事実です。だから買ってる人はどんどん増えてますね。でも分からない、相場解説ちょっと難しいですっていう人はエントリーしないでください。とりあえず損失は抑えてくださいね。エントリーするにしてもデモとか 0.01 でいいですから、そうやってまずは資金的に生き残ることが大事ですからね。そこを忘れないでください。ということで、今回みたいな私でも迷うところではエントリーはしません。ただ仮説をいくつか立てて、どっちの方向に一番近いのかなってことをこれから1日2日、場合によっては1週間で検証しようと思います。以上です。ありがとうございました。いってらっしゃい。こんにちは、速稼塾の久保です。今日から4月になりましたね。まあ、とりあえずはトレードは解説をしていきますけども、エントリーは基本的にしない方向で来週まで持ち越そうかと思います。ですんで、きちんとねトレードするの4月4日からってことになりますんで、今日のところは今までの動きとこれからの予測ですね、こちらの方を合わせてやっていこうかと思います。それでですね、3ヶ月や半年ならまだしもなんですけども、1年以上 FX に関わっていてまだ思うように相場が見えなかったり、利益がコンスタントに埋めてないってことは、これねやってないんですよ。
何をやってないかっていうと、基礎的に覚えることを覚えてない。そしてフォーメーションをマスターしてない。フォーメーションって言ってもね、テクニカル分析の中のフォーメーションなんですけども、まあ、これについてはね、テクニカル分析のフォーメーションって何って方は、4つの手法をお伝えしますので、そのフォーメーション分析について、またね、聞いてみてください。お答えしますんで。今回は長くなりますんで割愛しますけども、まあ、基礎用語を覚えてないってことと、フォーメーション分析を理解してない、つまりテクニカルをやってないってことは、これ勝てないですよ。うん、で、そこにはしっかりと時間を使ってください。それがマスターできるようになったら、もうね、朝ちょびっと、昼ちょびっと、夕方に決済ぐらいのコンスタントな、相場の見方だけで勝っていけるようになります。逆に、それやってないと勝てないですよね。だからね、先ほども FX の疑問質問にお答えしたんですけども、忙しい中でも勝てますかってことなんですけども、忙しい中でも勝てるんですけども、でも、勝てる要素を積み上げる部分は、みっちりとやらないとダメですね。私の経験で言うと、1日10時間が1年間でした。GWBS ってね、スパルタ式の与沢翼さんのスクールに入ったんですけども、最初1900人参加されたそうなんですけども、最後は100人も残ってなかったそうです。ね。これ考えると FX で勝つことってのが、どういうことなのか理解できると思うんですよ。ですんでね、結果的に簡単に稼げるようになります。結果的にはね。でもその結果的にの過程は、楽じゃないと思いますね。覚えたくないことを覚えてですね、身につけてもしょうがないようなことを、一見しょうがないようなことを毎日やるわけですから。でも、そこを通り抜けると、世の中のお金が全部自分のものっていう感覚になります。だから全然ね、全然違ってきますよ。例えばこれから値上がり始まるじゃないですか。じゃあトレードの回数増やそうかなぐらいのもんなんですよ。だから、自由な時間と自由なお金、これは永遠に自分についてくるんじゃなかろうかっていう思いとともに、油断はしちゃいけないなっていう、そういったね、リスクヘッジにもシビアになってきますんで、人生が改革できると思います。はい、それではね、しばらく相場解説お聞きください。こちらです。まずね、月が変わりましたんで、月足を見たいところですけども、今回はですね、週足の方から行きましょうか。月足はね、相変わらず右肩上がりですから。で、今見ていただいてるのが、1週間の変わり目なんですけどもね、今日が金曜日ですから。ご覧のようにね、この辺りからずっと上昇トレンドでしょ？ね、これ毎週毎週お話してますけども。こうやって補助線引けます？補助線引いてくださいね。で、ここまで行って、だってことなんですよ。この縦の赤い線は、これはチャンネルラインですから気にしないでください。こうやってチャンネルラインっていう言葉もさらっと出ますけども、それが何を意味するのかわからなければ私の言ってることわかんないでしょ。だから基礎用語は暗記してくださいっていうことを申し上げています。はい、で次ですね、デイリーの方行く前にちょっとこれ見てみましょうか。 FX で最も簡単に勝つ方法の一つとして、1週間の時間軸、1日の時間軸で、4時間、1時間足を順番に見て、例えば全部が右肩上がりだったら、今見ていただいてるのは右肩上がりの図ですけどもね、全部が右肩上がりだったら、まあ、どこの時間軸でエントリーするにしても、倍でエントリーすれば、ほぼ負けなしです。まあ、私たちの場合は1時間でやり取りしてますから、ですので、このね、全時間軸が上に向いていて、ピタッと一致していたら、まあ何も考えずに、細かいこと考えずに、倍でエントリーすれば、まあ負けることはないですね。それでも負けることがありますけどね。うん、でも珍しいです、負けることは。で、問題なのは、全時間軸が一致してるんではなくてね。例えば、ここが、まあ考えにくいんですけども、下に向かってるよって場合があるとしたらなんですよ。どう判断すればいいかってことが迷うでしょ。こんな感じにしておきましょうか。はい。例えば、1週間が上に向かっている、1日軸が下の方に向かっている、4時間が上で1時間が上、この場合1時間でエントリーするなら倍で構いません。4時間でもそうです。1日足の時だけ売りにかけてください。そして1週間足でエントリーする方は倍です。で、こういうのがあります。最も簡単でしょ。でもこれで全部 FX が攻略できるわけではありませんからね。これも判断の一つの要素になるっていうだけです。じゃあ、話を元に戻します。はい。じゃあ、デイリー見てみますね。デイリーを見ると、何度も言いますけども、ここがブレイクポイントになったわけですよ。
上に行って跳ね返る、上に行って跳ね返る、これが2つ集まったんで、この価格ってのがブレイクポイントになるなっていうふうに決めるわけなんですよね。そうなるとここで弾かれて下に行くのか、そうなった場合はレンジが継続です。でもブレイクアウトを狙うならここで突き破って上昇したことを確認してバイでエントリーすればいいよってことをずっとこの1ヶ月お話してきたわけなんですよね。でその後は全時間軸の動きもあってギューッと上に急騰して120円に行って125円に行ったということです。125円に行くとたくさんのポジションが決済されますから、上級者のポジションがね、だから大きなヒゲを出して帰っていったってことになります。初心者の方のエントリーを巻き込んで、ロスカットを巻き込んでここまで降りていくわけなんですよ。プラス上級者の方は決済した瞬間に今度売りを立てますからね。これもお話しましたけども、そういうメカニズムでこのヒゲと実体っていうのができてますから。じゃあ次行きましょうか。じゃあ4時間のね、時間軸を見たときに人が何を考えるかですよ。気づいている方は昨日お話しましたけども、ヘッド&ショルダーを意識しますね。で、一人の投資家として、おいおい、他の奴らはヘッド&ショルダーを意識して、これから売りに向かうんじゃないかっていうふうに判断したら、その人は、売りのポジションを立てておくんですよ。そうするとね、似たような考えの人、上級者の方がある一定のロットでここに売りポジションを立てますから、本当に落ちていくんですよね。初心者の方が低いロットを入れたところで何の影響も及ぼしませんが、この形に気づけるのってのは上級者です。まあ中級者以上ですね。初心者でも気づけるかもしれないですね。でもこのヘッド&ショルダーによって大きな資金を持ってるやつが売りにエントリーするに違いないっていうふうに以心伝心するほどの中級者上級者っていうのはまああんまりいないと思いますけども、その方たちがまとまったロットを入れるとこれがセルの方に動き出します。このメカニズムよろしいですか。多くの方がね、多くの方は初心者負け組ですけども、ちょっとひどい言い方しますけどね、多くの方が小さいロットを入れてもあんまり変わんないんですよ。でも中級者以上の上級者が入れるロットってのはでかいですから。でそうなると少数の人の大きなロットが市場を動かすんですよ。大勢の小さいロットが市場を動かすことはありません。ですから初心者の思った通りにはならないんですよ。初心者の方がいろんな理論理屈を作ったところで、上級者の方のさらに上を行く理論理屈とロット数にはかないませんからね。だから初心者の方が自分がエントリーした瞬間逆方向に動いていくなって感じるのはそのためです。ね、わかりました。だからここを理解するのに私もちょっとね、時間かかったんですけどね。はい、じゃあ、1時間見ていきましょう。はい、1時間を見ると、チャンネルラインを引いてますけども、ここね、どんどん右肩下がりになってますよね。私がチャンネルラインを引いたのは、ここと、ここと、ここが確定したんで、ここから引っ張ってみました、実体からね。そうすると、この点が予測できたわけなんですよ。ここもですけどね。そうするとエントリーはしませんけども、ここに達した時にセル、ここに達した時にセル、そして今ここに達しているんで、金曜日の方向性はセルでエントリーできるってことになります。ただエントリーしませんけどね。こういうふうな考えを積み上げて、大きな勝負に出てるってことなんですよ。で、こういうふうな判断が、外れることもあるし、当たることもあって、トータルでそれを積み上げたときに、大きな勝負面が来たときに、よし、じゃあ125円を目指してエントリーするぞっていうような決断に結びつくわけなんですよ。で、それを結果だけ私このね、相場解説で言ってますんで、なんでなんだろうっていうところが出るのは確かなんですよ。で、なんでなんだろうって私の相場解説で感じた方は、メッセージいただければ全て回答しますからね。根拠がないエントリーなんてしてません。逆に言うと根拠がなければエントリーしてないんですよ。エントリーしない根拠があるってことですけどね。それがこの前顕著になられたロシアのウクライナ侵攻。ね。ファンダメンタルがもうむちゃくちゃ出る時ですから、テクニカルトレードの私としては手も足も出ません。だから一週間トレードを休みます。一週間後、もう一週間休みます。ってことを申し上げたわけなんですよ。だから自信を持って休むべき一週間。なぜならテクニカルが市場に反映されないからなんですよ。ファンダメンタルばっかりなんですよ。でもファンダメンタルもある程度積み重なると、私の場合は2週間ですけども、そうすると今度はね、ファンダメンタルの積み重ねがテクニカルになってくるんですよ。というところで結局はテクニカルの方向に進んでいくってことになります。はい、
今回もしっかりとした講義をお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。今回のね、動画、相場解説が、あ、なるほどな、非常にわかりやすかったって方は、ここまでしっかりと基礎を積み上げた方です。何言ってるのかわかんないよ、ちんぷんかんぷんだよって方は、まず基礎用語を覚えてください。その上で、フォーメーション分析。ね、こちらの方を、まず、身につけてください。でないと、私の相場解説、こういう風にね、講義になった時に全く理解できませんから。でも、ちゃんと積み上げた方が私の講義を聞くと、さらに力がつきますからね、勝てるようになります。はい、じゃあ本日は以上でございます。4月も頑張っていきましょう。